はい、皆さんこんにちは。ゆかジェネレーション代表のミキゾウでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日もヨガ解剖学の夜明けということで、この方をお招きしたいと思います。ヨガ解剖学講師の内田勝則先生です。はい、こんにちは、よろしくお願いします。今日は3本撮りなので3本目、はい、ラストでございますので、はい、ちょっと自分ごとであれなんですけど、まあ1年2ヶ月前に娘が生まれまして、はい、成長著しくですね、嬉しく思うんですが、だんだん抱っこが重たくなってまいりまして、若干ちょっと油断すると、腰言わすことに今後なるなと。これ今日は飛び乗ってこられたり、こうなんだろうな、モーターコントロールって最近は流行りですけれども、こうなんで腹横筋でしたっけ、このグッて力を入れて抱かないといきなり飛び乗られてきたらなんかギクってなりそうなので、ちょっと怖いっていう経験もありまして、あ、これちょっとせっかくだからと思って、僕からのこうなんか一つテーマというか、これ聞きたいなと。腰痛っていうテーマで今日は、僕は実は腰痛って昔ゴルフやってた時にちょっと一時腰が痛かったんですけど、そこまで実は持病ではなくて、でも今後そのなかったものがここにのしかかってくる、まあ多分十数年を過ごすとなればですね、腰痛って先にちょっといろいろ覚えといた方がいいかなと。だから今日聞きたいのはですね、ヨガかける腰痛、もしくは腰痛にヨガでどこまでこうアプローチできるのか、効果っていう意味でね、そこって何かお話できますか。ですね、まずすごいざっくり言った結論を言えばなんですけれども、度合いもあるじゃないですか、重症度みたいなもの、本当にひどくて、ミキさんちなみにめちゃくちゃひどい人って見たことある？腰が痛くてってどうなるか分かる？分かんないです。もうね、僕は今仕事柄っていうのもあるんで何度も見てるんだけど、切なくなっちゃうのよ、もう一歩が歩けないから。一歩行った瞬間、ミキさんさっき言った腰が抜けちゃいそうなっていう、言うんだけど、それがもう本当に見てて分かるんで、もう何かにつたまって次の一歩をそーっと出すくらいの、本当にひどい人はそうなるから。でその方に対してじゃあどうなのっていう話になっちゃうとちょっと別で、いわゆる症状落ち着いてからっていう話にはなっちゃうんだけど、そこを取り除いたところで、ある程度、まあ杖も使うぐらいけど、まあまあなんとか歩けるよって僕が今言ったのは、ちょっと除外したいのが、そういうようなひどい人の腰痛、そこは除いた上で言うならば、もう原則ヨガでかなり対応できると思ってるんですよ、僕は。いいね。気持ちいい、言い切り。そこはそう、言い切れるくらいのところなの。で、それは、例えば画像で何かが出てるよ、画像変化があるよ、大体 MRI というものになってくると思うんですけど、それ自体が、変わることを感知とするならば、感知はしないかもしれないと。その画像自体は変わらないかもしれないけれども、症状自体は、本人が感じている辛さ自体は、相当なくなるんじゃないかなっていうのは、僕はこれはもう自信を持って生きれる部分があってっていうところなんですよ。それはその骨がこうなんかこうずれてったり、神経がそこの L の何番とかっていうところから出たりとかっていうところをヨガでこう感知はできないけれども、そのヨガによるアプローチでその他のところをなんか作用して、結果痛みとかが薄まるみたいな理解でいいんですか。あ、素晴らしい。そうなんですね。なるほど。これいわゆる言葉はちょっと専門的な言葉を言うと、気質とか機能っていう言葉を使ったりするんだけども、もしくは特異性、非特異性なんて言って、そのいわゆる画像に映ってる悪さをしてる腰痛なのか、画像では出ない腰痛なのかっていうところで考えたら、画像で出てるって言ったら、例えば骨折したって腰は痛いじゃないですか。で骨折の場合はとりあえずさっき言った通り、少なからず歩いて期間休まなきゃいけないよねっていうのがあるけども、当然コルセットしてる間に筋肉量が絶対落ちちゃうし、なるほど、体が硬くなるじゃないですかと。なるほど。でそこからのリハビリだったら、それはもう絶対にヨガおすすめだし、で同じように他の腰痛であっても、画像に何か変化が出ててもある程度動けるよっていうんであれば、これは絶対動いた方がいいよっていう形なんですよ。もちろんそれ
修行のように動けとは言わないけれども、うんうん、もちろんヨガがね腰痛にもいいっていうのはなんとなくイメージは持ってたんですけど、うんうんうん、なんか危なっかしくも感じてる部分もありまして、うん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 、その知識がないまだ駆け出しのヨガの先生が、はい、あのこの動画を見て、あ、なるほど、ものすごく自信満々に内田先生がもうヨガ腰痛に効くヨガ言い切ってるから、もう私も言い切っちゃうやつで腰痛ヨガ効きますよって言ってその逆にこう悪化させちゃったりとか無理なこう体勢を取らせて余計に痛くなったみたいなことも起こりかねない怖さも感じるんですけど、その、はい、後輩たちのインストラクターになんかポイントというか、こういうことが大事なんじゃないっていうことって一つ何か言えたりしますか？そうそう、ヨガというツールは絶対素晴らしいけれども、うん、そのツールの活用法ってあるじゃないですか、はいはい、それがまあ今ミキさん言われたところだと思うんですよね、うんうんうん、でどう活用するのっていうのは、少なくともやっぱ体に対しての知恵っていう部分が出てくるし、最低限やっぱりじゃあ骨盤周りとか、背骨周りの構造を理解するっていうことが、これはもう最低限の取説ってやつですよね。で、別に、そういうことですよね。勘がいい人は取説なんか見なくても分かるじゃないですか。うんうん、だからそこでやってる方もたくさんいると思うけど、それはまあ今言われて、それはそうだよなとは僕も思ってるんで、なるほど、そこはちょっと知っといた方がいいかもしれないですよね。確かに。なるほどな。なんか、そうなんですよね。僕はその、L4 番とか5番とかっていうのはヨガ業界に入るまでは一個も知らなかったんで、それがその、そう、骨にね、何番とかって位置があるっていうのは、そのヨガに関わるまで全然知らなかったんで、しかも今やある程度医療業界の方がヨガにね、興味を示して、なんか4番と5番のところが不具合が起きてる時には、例えば何とかのしびれが起こるみたいなのはもう、医者じゃなくてもちゃんと理解できるような、そのもう明らかになってるところがあるんだよみたいなあるお医者様が言われたときに、はいはい、あ、すごいなと思って、うん、僕もそれ動画を4回ぐらい見直した、うん、なるほどなるほどと思って、はいはいはい、まあ数年前にあるんですけど、まあ、うん、今のねこの動画を見ていただいてるヨガの先生たちがどういう意識で、まあ腰痛にヨガがなんとなく効く効果があるっていうのは嬉しい情報に聞こえてほしいんですけど、それを今のその全てのインストラクターの知識でそのままじゃあそれを過信にね取ってやっちゃうのがどうなのかっていうところがあるので、まあ皆様ぜひその基本の取説、先生がおっしゃいましたね、基本条件というかね、基礎知識はつけてから、まあ、自信を持ってヨガ指導に取り組んでいただければなと思います、うん、そしてもしですねちょっとやり方がわからないとか勉強をねしたいんだけど何をどう勉強していいかわからないという方はですね、もうまさに今プロコースっていうものを3月の25日からまた、開催する予定でございますが、そこの中にはですね10個のシークエンスっていうのがもう、そのトレーニングの中で学べると、この10個のシークエンスってなんだっていうその1番目にですね、なんと腰痛に効くシークエンスというのが入ってるぐらいでございますから、前回やった自律神経を整えるヨガ、もう一つホルモンを整えるヨガ、こんなのも10個の中にもう入ってるっていうね、お土産付きのトレーニング、プロを養成するコースっていうものがありますので、よかったら皆さん詳細を概要欄からチェックしてみてくださいということで、はい、はい、先生今日もありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、また内田先生シリーズは続きますので毎月何本か撮らせていただきますので皆さんお楽しみにということで、よろしくお願いします。先生次回は、はい、あの発表を、あの発表、はい、あの発表どの発表という余韻を残しながら今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、それでは皆さん今日もご視聴いただきましてありがとうございました、はい、ではありがとうございました。お疲れ様でした。